どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、撮れるはずのない、金星の姿が映った偶然の映像、というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。NASA の宇宙探査機が捉えた金星。去年2021年の2月、太陽探査機、パーカーソーラープローブによって撮影された金星の姿が、NASA によって公開されました。この画像は、2020年7月にパーカーソーラープローブが実施した3度目の金星スイングバイの際に、その表面の夜側の部分を撮影したものです。公開された画像を見てみると、金星の縁が白く光っているのがわかると思います。これは金星大気中の酸素原子が夜側で酸素分子に再結合する際に発せられる大気光ではないかというふうに考えられています。そして画像全体に細い傷のようなものがあると思うんですけど、大抵の場合この白い線は宇宙人に反射した太陽光や宇宙線等によるものだそうです。そして金星の中央の黒く見える部分がありますが、これは金星最大の大陸であるアフロディーナ大陸です。この大陸は周囲よりも標高が高く、30度ほど温度が低いため、このように暗く見えるそうです。撮れるはずのない映像。実は研究者たちにとって今回撮影された金星の姿は想定外のものでした。ジョンズ・ホプキンス大学応用物理学研究所の研究者は、当初は金星の雲が見えると予想していましたが、カメラは地表まで捉えてくれましたというふうに語っています。パーカーソーラープローブに搭載されたウィスパーというカメラは、太陽コロナや太陽圏内、太陽風など可視光で撮影するように設計されているため、本来であれば金星の表面を映し出すことはできません。なぜなら金星全体を分厚い硫酸の雲が覆っているからです。金星表面から宇宙空間に向けて放たれた可視光線は、この表面の雲によって遮られてしまいます。ではなぜウィスパーは金星の撮れるはずのない姿を可視光線によって撮ることができたのでしょうか。ウィスパーは可視光線だけでなく、金星表面の熱放射による近赤外線を観測することができているという可能性があります。その証拠に JAXA の金星探査機あかつきが近赤外線で撮影した金星表面の画像と非常によく似ています。標高が高く、周囲より低温なアフロディーナ大陸が黒く大きく映っているところも共通しています。温度を持つ物体は、その温度に応じた波長の光を放ちます。これは熱放射という現象です。低温な物体ほど長い波長の光を放ち、高温なほど短い波長の光を放ちます。例えば、人間の体温程度の温度であれば、可視光線より波長が長い赤外線を放ちます。ですが、マグマのように高温になると、赤い可視光線を放って夜でも人間の目で輝いて見えます。金星表面は平均で460度とものすごく高温であるため、可視光線に近い近赤外線の光を放っています。また仮にウィスパーが本来の想定通り、可視光線のみであり、近赤外線の波長での観測が不可能であっても、近赤外線に非常に近く波長が長い可視光線、つまり非常に赤い光であれば、この金星の表面が観測できるという知られざる事実が新たに明らかになった可能性があります。4度目のスイングバイ時の最新映像。2020年7月に行われた3度目の金星スイングバイの際に、これだけの発見があった中で、2021年2月の4度目のスイングバイでは、改めて金星表面の夜側の撮影が行われました。その結果、可視光線の中でも最も波長が長く、赤外線に近い光が金星の分厚い雲を通過して宇宙へ漏れ出ていることが明らかになりました。金星は焼けた鉄のように高温のために目に見える光すらも放っていたというわけです。今回得られた画像によって、金星表面の地形を調べるだけでなく、これまでの画像と組み合わせて、より幅広い波長の光を調べることで、金星表面の地質や
鉱物組成の情報まで明らかにできるそうです。さらに金星の進化の歴史を調べるのにも役立つそうです。金星表面には90気圧以上に相当する分厚い大気がありますが、このように他の岩石惑星と比べても圧倒的に分厚い大気が形成されたメカニズムを解明するためにさらなる研究が必要となります。一説では金星表面での火山活動が関与しているというふうにされていますが、その真偽を確かめるためにも今回新たに得られた画像が役立つというふうにされています。本来は太陽の探査が目的で打ち上げられたパーカーソーラープローブですが、偶然とはいえ金星にも新たに大きな発見をもたらしたのは本当に偉大な貢献と言えるでしょう。史上初めて太陽大気に突入。そんなパーカーソーラープローブですが、本業である太陽探査においても最近偉大な功績を収め、非常に大きなニュースとなっていました。なんと人類史上初めて太陽の大気に突入したんですね。太陽にははっきりとした表面は存在していません。太陽は周囲を超高温の大気によって覆われており、強大な重力と磁場によって大気を太陽表面に引きつけています。しかし太陽からある程度離れた位置になると太陽の重力や磁場の影響が弱まり、太陽大気が太陽風として宇宙空間へと飛び出すようになります。太陽大気と太陽風の境目をアルヴェン境界面と言います。これまでアルヴェン境界面の位置はコロナを観測した画像によって推測されていました。その推測によればアルヴェン境界面は太陽表面から10から20太陽半径の位置にあるとされています。しかし正確な位置については分かっていませんでした。そんな中、太陽探査機パーカーは2021年4月28日、8回目の近日点に到達した際に、太陽表面から 18.8 太陽半径の位置において、磁気と粒子が特定の条件を満たしている様子を検出しました。これはパーカーがアルヴェン境界面を通過したことを示していると言います。この時、人類は初めて太陽大気の内側に探査機を送り込むことに成功しました。このようにパーカーの最近の成果をまた別の動画でより詳細にまとめているので、今再生中の動画の概要欄もしくは終了画面から合わせてご覧ください。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙系の動画を普段から投稿しているので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは、中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。新設の生物ヤバイチャンネルでは、僕、キャベツが最近興味を持っている生物分野のニュースや面白い話を投稿しています。こちらの宇宙ヤバイチャンネルとともに更新を頑張っていくので、ぜひ動画の概要欄からチャンネル登録をお願いします。